オートショップウッドペッカーの大村です。今回ご紹介するお車は平成7年式カプチーノ、走行7万6000キロです。まずは外装からのご説明です。カプチーノにはですね、2種類シルバーがあるんですけど、こちらの車両は、中期以降のちょっと青みがかったシルバー、マーキュリーシルバーというあの車体色になります。とあとですね、こちらの足回り、カヤバのショックとサスが入っておりますので、車高もですね、程よい感じで落ちてておりですね、走りの方もかなりあの腰のあっていい走りをしてます。そうですね、リア周りの方なんですけど、これマフラーがですね、柿本のマフラーが入っておりますね。で、後継の方もかなりあの大きくなっておりますので、迫力のリアビューとなっております。続いて、内装のご説明です。ハンドルが車外、桃製のに変わっております。で、こちらですね、よく手に触れるところが、若干擦れておりますね。とあと車外のシフトノブになります。その他は基本ノーマルですね。はい、続いて皆さん気にされるシートのご説明ですね。まずこことここの擦れ具合ですね、特になくかなり綺麗な状態です。弾力もまだしっかりとあります。かなり綺麗な状態のシートとなっております。続いてエンジンルームのご説明ですね。まずエンジンは F6A ツインカムタイミングベルト式のエンジンになります。とあとこちらのエンジン、エンジンルームでの変更ポイントはですね、こちらのクスコのタワーバーですね、ストラットターバーですね、それと、エアクリーナーですね。はい、そちらが主な、変更ポイントですね。であとですね、こちらの車両、こちらにですね、点サビがありますので、タッチアップされておりますね。あの度合いとしては深いものではないです。続いて下回りのご説明です。まずは全体から見てみましょう。フロアにあるのは表面サビですね。ちょっと寄ってみます。コンパウンドとかでも落ちるぐらいの、表面のサビになりますね。深い、腐食とかではございません。このフロアの立ち上がりのとことかもこういった具合で、深いものは特にございません。で、続いて足回りですね。これフロント左で、これがフロントの右になります。で、続いてリア回りですね。外装のご説明の時にはお話しした、カヤバの、ショックとサスですね。で、マフラーは柿本海の、大口径大迫力マフラーですね。で、ホーシングですね。こちらも特に深いサビもなく綺麗な状態となっております。